どうもこんにちは。鉄道好き芸人 F2 の鈴川彩子です。本日はですね、東京駅で購入することができる駅弁を紹介したいと思います。本日の駅弁はこちら、 JR 西明石駅で買える引っ張りだこ飯でございます。こちらですね、この本当に陶器でできたタコツボのようなね、入れ物に入っておりまして、はい、明石名物と書いてありますね。こちら980円です。はい、それでは早速開封して中を見ていきたいと思います。はい、ではこちらなんかゴムで止まってますね。はい、じゃ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 ーん、お、まだ紙が、じゃーん、あ、なんか紙の内側にも引っ張りだこ飯の説明が書いてありますね。抗菌シートを剥がすと、おー、これがそのタコの旨煮ですね。これがタケノコ、あとはなんかアナゴも入ってるって書いてありましたね。はい、それでは早速この引っ張りだこ飯を食べてみたいと思います。名物ともいえるこの明石だこ、柔らかい、出汁が効いてるというか、いや、美味しいですね。これはなんか葉っぱも入ってますね。葉っぱ、小松菜みたいな出汁で味がついてて、全然苦くないですね、野菜とかも。あ、なんか下の方から出てきました。タコだ。なんかシャキシャキしてる。味はたこ焼きに近いですね。ということで完食。すごい、ほんとね、ご飯がものすごい入ってるんですけど、しっかりね味がついてたので全然飽きずに最後まで楽しめる駅弁だと思います。はい、ということでですね、本日の紹介したこちらの西明石駅で売っている引っ張りだこ飯、こちらはですね、東京駅の駅弁屋祭りというね、駅弁がたくさん売ってる場所で購入することができるので、はい、ぜひ皆さんも召し上がってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、東京駅で買える全国の駅弁を食べてみようでした。ありがとうございます。